どうも皆さんこんばんは。人狼体操のお時間です。ストレッチ編のテーマは人狼ゲームをする前にできるストレッチ。ぜひ前編から通してお試しください。人狼を倒すのに必要なこと、心理戦、頭脳戦、どれも違うね。人狼はゲームじゃない、ストレッチだ。人狼体操。さあ、前編では椅子に座るところまでやりました。後編は椅子に座ったところからスタートです。まず最初は足をまっすぐ伸ばす。そのまま前屈をしていきましょう。ゆっくり伸ばして肩を大きく回しながら後ろに反ります。ここで肩甲骨を伸ばしてください。もう一度前へ、ゆっくりです。さあ、吐きながら肩甲骨ぐーっと伸びる。はい、吐きながらゆっくり反ります。はい、 OK です。さあ、続いては股割りしましょう。せーの、手で膝を外に押しながら体をぐーっと前に倒していきます。吸って吐きます。押す。さあ、右肩を入れましょう。ぐーっと押します。伸ばすときに息を吐く。もう一度ぐー。さあ、左肩入れましょう。ぐーっと入れて、ふー、ラストぐー。はい、 OK です。さあ、続いては右足を組みましょう。せーの、そのままゆっくり前に倒れていきます。ぐーっと倒して戻る。息を吐きながら伸びる、戻る。もう一度、はい、足の裏側が伸びてきます。はい、足首チェンジ。せーの、いきましょう。吸って吐きます。吸って吐きます。しっかり伸びているところを感じてください。ラストグー。はい、 OK です。さあ、続いては右足の付け根を伸ばしていきます。セット。はい、そのまま上半身をグーッと反ることによって付け根が伸びてきます。ギューッと伸びて戻る。しっかり伸ばしましょう。グー。さあ、戻ります。はい、 OK です。さあ、足をチェンジしましょう。せーの、それではゆっくりやっていきます。グーッと反って付け根を伸ばします。戻る。しっかり足の付け根を意識してください。戻ります。意識をしないと伸びづらい。そう、はい、戻りましょう。 OK です。さあ、ラストです。座り直してください。最後はももを抱えてきて、足の先を上から下にぎゅーっと伸ばしながら伸びます。抱える、ゆっくり伸びる。ちょっときついです。ぐーっと抱えて、ラストぎゅーっとゆっくり伸ばしましょう。はい、 OK です。お疲れ様でした。さあ、最後に脱力。肩を上げて脱力です。もう一度上げて脱力。最後、深呼吸を2回しましょう。胸を張って大きく吸います。吐く、リラックス。はい、吸って吐きます。さあ、ストレッチ編は以上です。皆さん、お疲れ様でした。ただ家にいるだけでは体はどんどん固まります。人狼をしましょう。人狼はゲームじゃない、ストレッチだ。